もはや日本最強はこの男ではない。彼こそ武蔵を倒し、現在日本最強の男。デビューして8年、いつもこの男の後ろ姿を追ってきた。日本最強に憧れ続け、そして待ち続けた日々。そろそろもう日本人のザ・交代でもいいんじゃねえかと。いや、それは常に思ってました。いつ生まれるかなと、まあ、そんな中でなんで俺とやらさないんだろうっていうのは僕は常にあったので。そしてついにあの日、やっと同じ舞台に。これまで長らく日本を支えてきた武蔵を、憧れ続けた日本の頂点、見下ろしたそこは絶景だった。やっと超えれたなっていう思いがもうかなりありましたね。真夏の香港、アジアグランプリ2連覇、日本最強の誇りだけが彼を後押しした。日本の第一人者でありたい、武蔵選手を破って交代したっていうイメージ僕の中にはありますんで。日本最強、結構すごいことだと思いますけど、そこまでこだわんなくてもいいんじゃないかなっていうのがありますけど。そこに現れたバンナを倒した男、沢屋敷純一。藤本が武蔵を倒した同じ日、彼もまたどでかい仕事をやってのけた。狙いすましたカウンターを躊躇なく振り抜き、2度のダウンを奪い、バンナに勝利。そして父の涙が追い風となり、バンナを倒してからの2戦、彼はハワイ、オランダと海外で武者修行の旅に。その目は早く世界だけを見つめていた。日本人として新しい力を見せていきたいです。だからこそ23歳の彼にとって日本最強は意味がない。日本通過だ。はい、まず世界見る前に日本を見ろと、俺がいてるぞと、そう思わせたいですね。あの日、武蔵を倒し日本最強の誇りを手にした男と、あの日バンナを倒し世界との距離を縮めた男がこの後出会う。彼の戦い方ではこれからの世界は、通用しないよと思ってます。勝ちんときますよ。それでもバンナに勝ったし、じゃあやれよって話ですよ。やってみろって話。今日本人一番になって、それから世界行くべきじゃないかなと。日本最強ってあんま意味ないのかなっていうのは一つ思ってて、それも必ず鞘師をぶっ倒す。以上です。思ってるよりも僕強いっすよ。所詮日本は狭すぎる。若き大和魂、いざ世界へ。藤本雄介 VS 沢屋敷純一。K-1 デビューからわずか5戦目でこの開幕戦へ。バンナを倒した唯一の日本人、沢屋敷純一。アジア王者藤本雄介との戦いに向かいます。佐竹が、武蔵が、藤本が必死の思いで守り奪い取ってきた日本の看板を、今まさに自分が背負おうとしているということなどほとんど眼中にありません。そんなもん結果的についてくればいい。今年突如現れバンナを倒し、これまでの日本の全てにとって変わろうとしている自分に気づかぬまま、重い十字架を背負ってリングに上がる藤本雄介との戦いに向かいます。気がつけばたどり着いていた日本頂上決戦のリングへ。バンナを倒した拳を引っ提げ、沢屋敷純一のリングイン。
今すでにレッドコーナー配給中は藤本ユースイプチャじゃ相手に負けらんないでしょう。デビューから9年の道のりの末、やっとたどり着いた世界のスタートライン。武蔵を倒し、ようやく手にした日本一の称号。たった4戦戦っただけの23歳の若造などに渡してなるものか。アジアグランプリ2連覇、藤本雄介の入場です。9年前、今の沢安と同じ23歳でデビューしました。ここに、この開幕戦にたどり着くまでにどれほどの血へどを吐いたことか。ここに来るまでに気の遠くなるような時間を歩んできた藤本雄介。バンナを倒し、わずか4戦でここまでたどり着いた沢安木純一。この戦いを落とせば全てを失う藤本と、この戦いを取れば藤本の歩んできた9年をそっくりそのまま手に入れる沢安木と、引き落とされるのは、生き残るのは、道をつなぐのは、葬り去られるのは、沢安木純一対藤本雄介。注目の日本人対決のゴングが間もなく鳴り響きます。양선수를소개하겠습니다ブルーコーナー身長 184cm 체중 100kg 팀드래곤소속의沢安木純一。バンナを倒し、藤本を沈め、さあ開幕戦へ、沢屋敷純一。今のレッドコーナー、身長 178cm、体重 99.5kg、モンスターフェイクテル所属、藤本雄介。沢屋敷の化けの皮、今日この場で剥がしますよと語っていた日本最強、藤本雄介です。さあ、いよいよこの2人がなんと開幕戦というリングで顔を合わせることになりました。そうですね。どんな気持ちで谷川さんは見てますか？いや、まあ本当ここに武蔵選手がいないっていうのがですね、やっぱりあの K-1 の、新時代っていうかですね、はい、象徴してると思うんですよ。あ、その武蔵来てますね、ソウルにね、はい、自分が立てなかった開幕戦のリング、この16人に入れませんでした。その武蔵を倒して日本一の称号を手に入れたのは藤本。この藤本を今日この場で倒さが、その瞬間に沢屋敷が日本の頂点に立つ。武蔵のいない開幕戦、武蔵が立てなかったこのリングで、さあ日本頂上決戦のゴングが鳴り響きました。藤本雄介か沢屋敷純一か。パワーファイターの藤本選手に対して、はい、まあ、沢屋敷選手は本当にテクニシャンですからね、ああローで来ましたね。実は藤本は試合前も作戦をオープンにしていました。相手に伝わってもいいとまで言ってました。ローで沈めて、ローでダメージを蓄積させて3ラウンド以内に仕留めると、突破口はローキックにあると藤本は話していました。そのローで来ました藤本雄介。その、ね、作戦オープンまでにした藤本選手に対して、はい、左フックだ。バンナを倒したフックです。後ろに下がる藤本ですが、フックを出していく。積極的にというのは藤本選手です ね、 ちょっとね、佐々木選手硬いですね。そうですか、緊張してるかもしれないですよね。全勝の K-1、これがまだ5戦目です。森川さん、今年出てきたばっかりですからね、沢屋敷はね。いや、本当ですね、もう新人類というか、なかなか今まで、ね、はい、こういった日本人のタイプ、マインドもそうなんですけれども、海外勢、日本勢関係なく勝てばいいんだと、真っ向勝負じゃなくって、技術なんだみたいな ね、はい、ね、新しいタイプと、そしてもう対局にあるね、はい、日本は俺が引っ張っていくって、やっぱり苦労してね、ここまで来た。藤本選手ですからね、この2人の対決とても楽しみですね。鼻血が出てますね。ちょっと結構激しいですね。かなり激しいようが、鼻から出血が見られます。一旦時計が止められています。藤本雄介対沢屋敷純一、まだ試合は第1ラウンド始まったばかり。日本頂上決戦が開幕戦のリングで実現しています。
沢屋敷が鼻から出血、かなり激しい量で見られましたけれども、試合は再開されています。第1ラウンド、藤本がデビューから9年かかってようやく日本最強の看板を手にしました。逃したくないですよね。ですからこれ背負う思いとしては東原さん、はい、当然藤本のがやはり大きいわけでね。そうなんですよね、お話聞いててもやっぱりね、なんか背負ってるって感じがすごくしてましたから、複雑ですね、応援する方も絶対にこの試合は落とせないと藤本は話していました。落とせないですよね。落とせないんだけど今日動きはいいですね。そうですね、ガチガチに緊張してるわけじゃないですね、はい、あの右のストレートだ。この腹筋とこのパワーも日本最強です。藤本もう沢、はい、どうぞ。沢屋敷の鼻の状況なんですけど、ドクターの見解です。鼻の骨が折れている可能性もあるということですね。そうです。出血が、はい、全く出血が止まらないということなので、激しくなってきましたね。今後のその出血の度合いを見て、もしかするとということも考えてほしいということです。長坂アナウンサーのリポートですが、これ谷川さん、これ息もかなり苦しいでしょうね。苦しいですよね。ああ時計が止められます。また再び時計が止められました。まだ第1ラウンドです。藤本の鼻、失礼、沢屋敷の鼻からの出血がかなり激しい。2回目のドクターチェックが入ります。タオルで鼻の出血を拭いますが、その出血が止まらない状況。チームドラゴンの面々、かつてキックで一時代を築いた前田健作さんが現在この沢屋敷を指導している立場にあるわけなんですが、沢屋敷からすればこの戦いを取れば一気に何もかもが手に入る戦いです。さあ再開、2度のドクターチェックが入りましたが、残り31秒から再開。第1ラウンド、日本頂上決戦はまだ第1ラウンドです。武蔵を倒して9年かかってここまでたどり着いた藤本か、今年バンナを倒してわずか5戦でいきなり開幕戦に出てきた沢屋敷か。あまりにも背負うものが違う両者。日本最強なんてそんなもん結果的についてくればいいと話していたのは沢屋敷。ガードを固める沢屋敷、右の森、左フック、右のフック、ガブラガードの目から藤本、あ、沢屋敷が前に出てくる。沢屋敷が前に出てきました。第1ラウンドが終了しました。日本頂上決戦、藤本雄介対沢屋敷純一です。さあ武蔵を倒して日本一になった藤本と、バンナを倒してここまで来た沢屋敷と、第2ラウンドのゴングを聞きました。第1ラウンドは2度沢屋敷が鼻からの出血でドクターチェックがありました。そのあたりがちょっと気になりますが、ちょっとね、沢屋敷選手がペースをつかめてきてないので、藤本は試合前はローでまず相手にダメージを蓄積させてという話をしていましたが、第1ラウンド開始直後は確かにそのローダッシングがありましたが、むしろパンチの方が目立ってませんか。どうですかね。パンチがやっぱり得意なので、仕留めに来ているという状況なんでしょうか。あとやはり沢屋敷は口が開いてしまっている。 K1 ここまで4戦全勝、うち1つはバンナから奪った勝利。日本人でバンナを倒したボクサーは、キックボクサーはこの沢屋敷しかいません。沢屋敷は藤本のウィークポイントをボディにあるんじゃないかというふうに話していましたが、左フックだということは、谷川さん、ある程度近い距離で戦いたいわけですよね、沢屋敷はね。ただ何しろパワーがあります藤本、はい。ただヒットアンドウェイで、沢屋敷選手がバンナの時みたいに逃げる風ではないです、ね、ああ、今いいパーチありましたよ。このカウンターの、あ、出た、沢屋敷の行く、カウンターの上手は天性のものありますからね。そのカウンターでバンナを2度沈めた、2回ダウンを奪って大差判定勝利を奪った3月の戦いでした。右ロック左フックの試合になる。ちょっと沢屋敷選手、突破口を見出そうとして、はい、藤本のバランスが崩れ始めています、初めて藤本のバランスが崩れた。右のストレート藤本、パワーは藤本です。あ、今膝いいですね。話していた沢屋敷、あっと崩れたか、崩れた、ボディですね。あっと効いている、ダウンだ、ボディですね。ダウンだ、ボディを取られた。スリップではありません。藤本ダウンを奪われました。切れましたね、右の前から切れたように見えますね。時計が止められました。藤本も出血です。藤本は右のまぶたですね、右のまぶたを切りました。その前に藤本がダウンを奪われました。何かがこの試合の中で動き始めています。リング下で武蔵が見つめる中、さあこの後どう動くか。藤本の傷のチェックが終わりました。試合がリスタート、両者ともに流血。沢屋敷は鼻から、藤本は右のまぶたから。
さあこのラウンド沢屋敷が一つダウンを奪いました。クリーンヒットというよりもあのこの膝です、この膝、あの膝のダメージに耐えかねて数秒後沢屋敷、藤本が膝をついたが、これはどうだ、ダウンと取るか、スリップです、スリップです、これはスリップ。1回このラウンドダウンを消している藤本、拳を振り回してきました。沢屋敷はチャンスと見たが、藤本スク、藤本も強引に来てますよ、パンチ、パワーでこれは相手をねじ伏せてきました、藤本意地と意地ですね、はい、のし上がってるんだという意地と絶対負けられないという意地は、これは一人もありません。スリップです、ちょっと藤本選手スリップ多いですね、かなりパワーで右の入りだ、入りました、効いてる、効いてる、沢屋敷の右の入り、これは2回目のダウンを奪われました、藤本23歳のデビューから9年かかって9年かかって手に入れた日本最強の看板を今 K1 松下デビュー5戦目沢屋敷がそっくりそのまま奪い取ろうとしています。さあ運命の第3ラウンドです。第2ラウンドに2回のダウンを喫しました藤本、沢屋敷はチャンス、前に出る膝だ、膝がいいですね、右のストレート左の膝、天下をというですね、つかまないでの膝、はい、これがいいですね、まあ、トレーナー前田健作さんですからね、だけどあの藤本選手もまだですね、はい、ダウンを取るようなパンチを持ってますから、分かんないですよこれ、はい、一発逆転のパンチはあります、これは持ってますから、はい、あのパワーはやはり恐ろしいですと話していたのは沢屋敷です。ちょっと藤本選手が倒れすぎですね、バランスを崩しています、ちょっとね腰が引けてるんですよね、はい、倒れるというのはあの沢屋敷バンナー左ふくら、これはクリンチの後もつれ合うようにしてのスリップ、だからこの倒れるってことは逆に言うとチャンスですよね、はい、ですね、あの沢屋敷選手としては明らかに藤本はこれ下半身踏ん張りなくしてますからね、これもそうです、ダウンだ、これはダウンを取りました、大鳴りレフリーはダウンを取りました、こらえきれなくなってきた藤本、リング下では武蔵が見ている、ファイティングポーズを取りました、まあ、沢内選手ここ一気に行った方がいいですね、この試合で通算で3度目のダウンを喫している藤本、これはもう完全にバランスは崩している、ダウンを取った、3ラウンド目の2回目のダウン、ここまでか藤本、ちょっと気持ちが切れちゃったかもしれないですね、その藤本、沢屋敷が飲み込むか、ついに23歳の青年が藤本を飲み込んだ、なんとちょっと藤本選手の気持ちが切れましたね、23歳沢屋敷純一決勝戦進出ですよ、武蔵が見つめる前でこの開幕戦を突破、アジアチャンピオン日本最強の藤本、この開幕戦で倒しました。